はい、こんにちは。今回はボディ打ちの名手、そして破壊力のあるボディブローを打つ日本人ボクサーのトップ5を紹介したいと思います。井岡一翔。4階級制覇王者井岡一翔選手は攻防一体のボクシングが特徴で、防御からすぐ攻撃に切り替え、相手の攻撃を避けながらカウンターでボディーブローを炸裂させることができるのです。上下にバランスよく打ち分け、左でも右でもボディーブローを打つことができ、常に空いている場所にパンチを打つので的中率が非常に高いのです。そして井岡選手は試合運びが冷静で、相手が姿勢に回れば連打を叩き込み、相手が打ってくると防御とカウンター攻撃に切り替え、相手の攻撃をさばきながら攻撃をするので、相手はどんどん劣勢に立たされるのです。WBA、WBC、世界ミニマム級王者大橋秀幸選手は、最軽量の階級ながら強打で破壊力のある左右のパンチを持ち、あまりフットワークを使わずカウンターを得意とし、 KO 率が高いボクサーでした。特に右カウンターと左のボディーブローが強烈で、大橋選手のボディーブローの威力を示した試合は世界王座を奪取したチェ・ジョンファンとの試合です。1990年2月、日本人ボクサーが世界戦21連敗中の暗黒時代に、国民の期待を背負って大橋秀幸選手は WBC 世界ミニマム級王者チェ・ジョンファンに挑戦いたしました。試合は2点3点となり、もつれた展開になってまいりました。中盤から大橋選手がペースを握りましたが、第9ラウンド王者チェ・ジョンファンは勝負をかけて圧力を強め、手数を増やしました。しかし大橋選手は冷静に対応し、カウンターを打ち、また強烈なボディ攻撃も加え、タフな王者がついにダウンを喫しました。元 WBC 世界バンタム級王者辰吉選手は、左ジャブと左フック、そして左ボディーブローが得意なボクサーファイターの戦い方をしておりました。身長164センチながらリーチが178センチと非常に長く、接近戦だけでなく離れた距離でも左ボディーブローを突き刺すことができました。劣勢を予想された当時16戦全勝の世界王者シリモンコンとの伝説の試合では、コンビネーションの中で使った左右のボディーブローがタイミングよく決まり、王者シリモンコンに多大なるダメージを与え、劇的な KO 勝利につながりました。左右、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 
出し、サーブを出した、サーブでロープに引っかかった、チャンピオン、スティールが止めた、ハイタイトルダッシュ、3度目のタイムダッシュ、勝ち越し、高一郎、バンカーの9連覇が勝ち越しのもとに帰ってきました。日本人で初の世界ミドル級王者となった竹原慎二選手は186センチの長身と194センチのリーチを生かし遠い距離で相手をコントロールし相手が接近すると強烈なカウンターパンチを振るい KO の山を築きました。また接近性もめっぽう強く接近すると切れ味鋭い上下のアッパーを叩き込み強烈な左ボディーブローは破壊力抜群でした。竹原選手の左ボディーの破壊力を見せつけたのはタフで頑丈な世界王者ホルヘ・カストロとの一戦です。23戦全勝と日本と東洋で無敵だった竹原選手はついに世界ミドル級王座に挑戦いたしました。ミドル級という階級はヘビー級とともに歴史と重みがあり、これまで日本人が世界ミドル級王座に挑戦すらできなかったのでした。世界ミドル級王者カストロは98勝の戦績を誇り、ダウンをしたことがない化け物のような王者なのです。そんな怪物王者に対し、竹原選手は真っ向から打ち合いを挑み、タフでパンチ力のある王者に打ち勝つのです。不可能と言われたミドル級で百戦錬磨のカストロを追い詰めたところで試合終了のゴングが鳴り、勝敗は判定決着となりました。青コーナー竹原やった日本のボクシング界に新たな歴史が生まれました。世界3階級制覇の井上尚弥選手は2022年10月時点で20戦全勝 17KO の戦績を誇っております。20戦で 17KO 勝利をしている中でボディーブローで奪ったダウンは15回以上で、多くの対戦者が左ボディーブローでダウンを喫しているのです。井上選手の左ボディーブローはスピード、タイミング、角度が完璧で、相手のレバーを正確にえぐるので、対戦相手は相当のダメージを受け、戦意も奪われるのです。また、高速コンビネーションの中でボディ打ちを混ぜてくるため、相手にブロックする時間を与えず、むき出しになった脇腹に強烈なボディを突き刺すので、相手は一発でダウンをいたします。井上選手のパンチは速いだけでなくモーションがないので防御が難しい上、左ジャブ、左フック、右ストレートなど全てのパンチが強くてパワーがあるため、対戦相手は全てのパンチに注意をしないといけないので自然とガードが高くなって、井上選手からするとボディが入りやすくなるのです。